早速聞いてみたいと思います。あなたは今日のゲストですか。正いやった。ありがたいなこの振りは。ありがとうございます。ありがとうございます。長須です。はい長須智也さん。いやいやありがとう。いやいや今日ありがとうございますね。いやこちらこそ実は私あのこのラジオにゲスト呼ぶの二人目で。えそうなんだ。ずっと一人でやってるんで慣れてないんですよ。へあそっか逆にこうずっと一人で喋ってるんで。へそうなんだ。 雑談みたいに行こうよ。いいですか俺が言うのもなんだけどさ、その番組に乗り込んで雑談みたいに行こうよって。ありがい失礼だね。申し訳ないです、本当に。嬉しいです、そう言っていただけると。改めて、ドラマの説明させていただきますと、長瀬さんは県警捜査2課に所属する悪徳刑事。一方、私は警察庁から県警捜査1課に赴任した、いわゆるキャリア組なんですけど、こうしてこの、今回ね、コンビをその、 何ちょっと変わったコンビを組むと、うんね、いうことなんですけどでもなんか黒コーチって分かりやすいよねなんかそういう警察内部の事情とか、はい、その政治との関係とかうん、うん、すごくなんか勉強になったなと思ってそうですね勉強すごいしてますそのドラマやる前とかの、はい、俺の印象とかってどんな感じなんですかででも、うん、元々すごくよくよ明るい方で、うん いつも笑顔でっていうイメージはあって、うん、それ以上にの方でしたあ本当？はいあそういやなんか結構ほら顔がゴリラみたいって言われるから <laughs> 結構みんなにね <laughs>、はい、なんかこうあんま喋んない人かなとか<ー>っていうふうに思われがちなんだよねだからなんかまあドラマとかやっても、はい なんかこう結構、なんつんだろう、男優さんとは喋るんだけど、はい、女優さんとあんま喋る機会がなくて、<ー>うん、男が多いドラマがなんか多いから、そうですね、確かに。うん、でも今回も男が多い。うそうなんですよ、ねね、ほとんど男性なんで、ん私もね、ちょっとドキドキしてるんですけどね。いやいや私はどうですか、ちなみに。王力ちゃんはね、はい、なんか、いろんなほら、 テレビとかでは見せたけども実際あって結構そのまんまだよね <laughs> あ本当ですかうんうれしいありがとうございますでもなんかその俺の勘は結構当たってて、はい、あ多分すごい家族を大事にされてるだろうなっていう <laughs> なんなんかねわかんないけど思ってたのだからなんか俺家族の話とか聞いたじゃないろ。うんね、々と最初から そういう話を過ごしてくださったのででなんかほらね今ご実家にね住まれてるっていうのも聞いてたんで、はい、あ多分なんかこれは俺の大好物な話やってるんじゃねえかなっ <laughs> ていうねいろいろ聞いて申し訳なかったです、ね、いやいやすごい嬉しい私でも本当家族の話出すと止まらなくなっちゃうんでいや、うんね、だって好きなんだもんね大好きなんだなもう本当にもうそろそろいいよって思ったら言っいや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 もう毎日でも聞きたいぐらですいすごいうれしいありがとうございます、ええ ちょっとね、ここでドラマの話も、うん、したいなと思ったんですけど、ちなみに今回の現場はとても男性がそう多いんですけど、逆にどうなのなどうなの、うん、いやだってよ <laughs> 男ばっかでさ、ね、スタッフもキャスト陣も男性が多いけ逆にね、はい、俺がもう女性ばっかの現場だったら多分もうなんか、 喋れないと思うんだよね。なんか<ー>だから一人孤立しちゃうっていうか、もうなんか、家に帰りたくなっちゃうっていうか。<laughs> でも最初私も割と、一人で遠くの方から眺めてた。もともとでも、見るのは好きなんで。ああ、そう、ウォッチング、ね。ウォッチングは好きなので。<ー>だからそれもそれで楽しかったんですけど、あ<ー>まあ、かなりの威圧感っていうか <laughs>、ね、は、まあ、ありましたね。 で、また話す内容もまたね、参加できるかできないか微妙なね。<laughs> 何を話してるのかなっていうのはすごい気になりますけどね。そうだなぁ。まあ、やっぱり、はい、普通っちゃ普通なんだけど、<laughs> 多分、ゴーリキちゃんに言う内容ではないかなっていうことは間違いないかなっていう。<laughs> うん。例えばなんかその、<laughs> 先輩、うん、の方はやっぱちょっと大人な話なんで「<ー>ちょっと昨日銀座に行ってきたよ」なんて聞きながら「<laughs> ほう銀座ですか」ザギン」ってやつですね」なん、うん、う,もう振り幅はねいろいろなんだけどもねでも本当に、うん、最初の頃やっぱちょっと私も緊張してたんですけど、うん、やっぱ慣れていくと、うん、お父さん世代っていうかああそうだよねそっちの近いもんだね 皆さんが私を娘のよううにっていうか、うん、お父さんの気持ちでいつも見てくれるんですよね,そうだね私は。なんか汚いものは見てほしくないなっていう <laughs> <んか S 2> 気持ちが働くもんねなんかいやでもほんとねなんかあのみんな仲いいなーってつくくうそうですよねすごく仲いい現場だなって、うんね、一丸となってる感じはしますねうんするかな あのですね、私このラジオスタートしてから1年半経ったんですけど、うん、長瀬さん14年も <laughs> ラジオも今ねいらっしゃるスタッフの方にお世話になってね <laughs> はいそうすごい10俺14年もや,やった<え>あ14年ねすごいそん,なんでそんな長く最初はまあ,あの僕と松岡二人でやっててん<ー>なんだろうなもう仕事の中でラジオがあることがもう当たり前、はい だったしんなんか、唯一のその、ね、さっきもあのスタッフの方に言ったんだけども、結構、きわどいこととか言っちゃったりとかしてね、<laughs> まあ結構、そのやっぱ、ほら、男2人だし、ね、なんか男乗りになっちゃって、うん、うん、今考えたらちょっと申し訳ないと思だけど、<laughs> っなんか自分の中では、なんかこう、肩の荷が降りるっていうか、ちょっとプライベートに近い。 時間だだったんだよねで音楽も好きな音楽流せたりとかなんか結構そういう場所だったかなで今14年って聞いてあそんなやらせてもらったんだと思ったんだけど<ー>ねでも1年半もうすごいけどねなんとか <laughs> んえ音楽とかもじゃあ紹介したりとかして,してますはい自分が好きな音楽とかかけてへえ<ー>そういうとこは楽しい,、ね、楽しいですねでね私もともと独り言が多いのでえ <laughs> 家でも家でも割と多いんで、えー、お風呂入ろっかなえそうなのそんな感じへえ<ー>!」みたいな,<ー>たいなはいおる永瀬さんあれですもんね歌手でもあり俳優でもありいやいやだってああやってゴリリシュさんもそうじゃない,いやいやでもね<て>私まだ今年歌手始めたばかりなので、うん、まだまだ。 でも PV 見たよあ。ありがとうございます。俺もぶったまげたもん。本当ですか？<laughs> あんな踊りうまいの。<laughs> いや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 。全然全然まだまだ。本当女優さんのイメージしかなかったから。<laughs> ありがとうございますね。そういう女優業もやりながらね。もうなんかその切り替えてっあるんですか長瀬さんは。切り替えはよくでもこういう質問ない？あります。あるでしょ。はい。正直どう？俺ないんだけど。 ないですね。あの、オンオフ自体が私まずあんまない。ないですね。自分の中でないので。でう,んうん。歌も別に演じてるわけじゃないから、そうですね、なんとなく。あ<れ>まあでも、うん、僕らはそのバンドだったりするんで、そのなんかこう、音を楽しむ。どちらかというと、男がおもちゃで遊ぶぐらいなノリに近いかな。うん。うん楽しそうですもんね。 そうだね、いつも音楽番組とか見てるとうんでも結構リハーサルとかではね、はい、殺伐として <laughs> そうなんですかそう,そうなんですかそうだ、まあ、内緒なんですかあんまり内緒ですねい <laughs> <で>やっぱ結構ねそのもうなんだろうちょっと聞こえ方次第じゃかっこよく取られるかもしれないけど、はい、なんかね音で喧嘩すんのよへ<ー>、うん、なんかみんなこういうふうにやりたいっていうのがおののあるからん,なんか。 結構みんな自分のやりたいふうにできないと、うん、なぜだかボリュームとかガーンとか上げてぶつかり合うんだよね<ー>なんかでなんか,なんかうるせえなと思って自分もボリューム上げたして <laughs> 気づいたらもう爆音になってるみたいな <laughs> そうなですねうん結構年の差がすごくあるからね僕が一番グループで年下35で上が43なんで、うん、やっぱなんか ななかなかねやっぱこう、うん、先輩っていう手前こうガサンって言えない時もあるからそれいうはちょっとこうボリュームで威圧してやるみたいない、うん、音でぶつけてやるみたいなねうん感じになるかな,でも,なかでも面白い、うん、いいですね音楽ならではですもんねでもやっぱりそうだ、ね、うやってないとできない。 うん、ねえということで、まだまだね、うん、お話聞きたいし、ええ、今、やっと裏話が聞けたと思っていたんですが、ええ、もうそろそろお時間だとなっておま,いました残念ですね。はい、またぜひ気合が、ぜひよろしくお願いします。ます最後に改めて、ドラマ、黒コーチの今後の見どころを皆さんに教えてもらってもいいですか。ええ、そううですね、まあ、もうね黒コーチ自身の、はい、まあ 全く見えなかった謎もちょっと見えてきてね。はい、ねゴゴリキちゃんが演じるセイさん、はい、との関係もなんかちょっとこう深くなったような感じもするんで、まあまたその、そこからね、はい、どういうふうにその、三億円事件の、まあその一つの結論に向けてね、あの、どういうふうに進んでいくのかっていうのはね、ね 楽し,みね、楽しみでですね。うん、台本読んでてもすごい。そう。キャストみんながねこれから滝どうなるのかってみんなが楽しみながらね、はい、やれてるんでぜひ見ている方たちにもねそこを楽しんでもらえたらなとはい、はい、思ってます。ありがとうございます。はい